さあ皆さんおはようございます。こちらニューヨーク、昨日ニューヨークに帰ってまいりました。昨日の午前中着いたんですけど、疲れてて荷物も開かず寝てしまいました。ニューヨークは今23度ということですね。そんな暑すぎない、快適ですね。4ヶ月ぶりに帰ったんですけど、本当にもう全然なんか街も変わってて、ほとんど街を歩いてる人たちはマスクをしてないですし、まあムード的ですね。ピリピリしたムードがないというか、ほぼ普通な雰囲気になってて、めちゃくちゃびっくりして、こんなに変わるんだってぐらい。というわけでですね荷物をね開いていきたいんですけど、僕はとりあえずスーツケース2つ、だいたいこうスーツケース2つで、東京に行く時とかは多いですね。ニューヨークから東京に行く時っていうのはそんなに別になんか洋服を詰めたりするぐらいで、まあ、東京にもどんどん洋服が増えてきてるんで、もうなんかあんまそんなにないんですよね。で東京から帰ってくる時だけ重くて、日本で買ってこっちで使いたいものとかをめちゃくちゃ詰め込んで帰ってくるっていう、こうまあリズムになっていくのかなと思うんですけど、荷物を見ていきたいなって思います。よいしょよいしょ。リモアのなんか一番でっかいスーツケースですかね。なんかいろいろもうゴソゴソ入ってますけど、これはですねドラマのクランカップでいただいたお酒ですね。日本酒をいただいたと、いりこの器、これをねクランクアップの時に合わせていただいたんです。これすごい可愛くて綺麗。いりこのねとっくりですか、すごい綺麗ですね。これでねちょっと日本の風情を楽しんでくださいと。あとこれ富士山グラスね、富士山の形をしたグラス、富士山の形、これいいね、富士山グラス。あとこの間ね MCML でロケした、お買い物したものですね。任天堂スイッチね買いました。初めて買ったんですけど、なんか色とかすごいカスタムできるんですよね。今こう自分なりの好きな色にしたりとか、こういう色、僕はなんか紫と黄色ですか、ちょっと楽しみですね。あとはね漁さんって言って漁師のサンダル、漁師さんが履くと言われるサンダルなんですけど、なんでこれすごくこうね、これだとめちゃくちゃこう安定感があっていいんですよね。これね、これ今回ラグをね買ったんですよ。じゃん、かわいいオールドフラワーということでですね、このラグがねすごくかわいいなと思って、これトイレとかね、ちょっとそんな大きくないですよ、なんかちょっとこうちょっとしたアクセントに使えるんじゃないかなみたいな。かわいいオールドフラワーで、ボディーソープの詰め合わせ、詰め替え、こういうのもね大事ですよ。日本のボディーソープはね泡立ちが本当に全然違いますね。滑らかだしね、そして安い。なんかおしゃれ青のりね、おしゃれ青のり、なんかピーラーね、これピーラーなんかすごいいいんですよ。これちょっと高いんですけど、なんかこういろいろできるやつでめちゃくちゃいいらしいんです。なんかこうねタオルホルダーね、プラスチックバーグホルダーというやつで、それでぽい、それでぽいみたいなね、塩昆布とかねいやお茶漬け、やっぱねお茶漬けが美味しいですよ。本当にお茶漬けってめちゃめちゃ食べたくなるっていうか、本当にお茶漬けはね食べたくなりますね。お茶漬けは神。あと僕のよく使ってる好きな、シャンプー3ですね。3のというブランドのシャンプーが3の、Reinforcing、 これ好きで詰め替えを何個かねめちゃめちゃ買って4つぐらい5個ぐらいとか4つぐらい買ってますね。4つぐらいこっちでも買えるんだね。あとはこういうね調理器具ね、やっぱこういう調理器具はね日本のやつはいいですよ本当に。これはねあれなんかいろいろシャンプーとかかわいいでしょこれ、長いこと使ってるんですけど、何でしたっけ、アラジンのね、アラジンの女優さん、ジーニー、アラジンのあのキャラクターですね。Following my heart。なんか香水とかね。トム・フォードのこの香水が好きでですね。なんか独特な匂いするんですよ。独特なんですけどすごいいい匂いで、オッドウッドってこれねすごくいいですよ。続いてこっち2個目のスーツケースを見ていきたいなと思います。リチャーズさん、これね、これ洋服屋さんなんですけどすごい可愛くて、リチャーズさんですね。これね英語の戯曲ですね。The Glass Menagerie、テネシー・ウィリアムズのね、ガラスの動物園の戯曲なんですけども、これを英語で読んでるんですね。うわ、難しい。ね。こういう細かい文字を読んでね。I think you're doing things that you are ashamed of, and that's why you act like this. ペーパーバッグの戯曲っていうのはこっちで結構みんな記者さんたちは買って読むんですよね。これでまあ戯曲を練習してると。着物。なんかオーディションとかね、なんかこうやっぱこっちの時代劇とか時代物のオーディションの時とかってやっぱ自分でセルフテープ撮るんですけど、その時にこうまあ和装ものとか浴衣とかを着て撮る方がいいんじゃないかなっていうのはあるので、それもあって持ってきましたね。菅原さんのグラス丁寧に入りました。これなんかねそばチョコはやっぱ可愛いやつね、欲しいみんなみたいな。派手やね、派手なんですけどデザイン可愛いでしょ。ハサミ焼きだね、確かね。ハサミ焼きのそばチョコ。このデザイン大事です。やっぱりそばとかね食べたくなるんですよ、こっちいると。なんでしょうね、なんかこう日本にいると別にそんな意識しないんですけど、こっちにいると無性になんかそばですとかラーメンとかそういうなんか日本の食べ物をねなんかものすごく食べたくなるんですね。多分こう海外で生活してる人は分かると思う。なんかもうすでにもうそうめんとか食べたいんですよね。そばとかなんかそういう欲しくなるっていうのはなんかこうあるんでしょうね。パジャマですね。ちょっと派手なパジャマなんですけども、わしのパジャマでございます。これちょっと派手だねっていうね。これシルク的な感じなんですかね。シルクまでいかない、まあなんかフェイクシルクみたいな感じなのなんですけど、こういうなんかサラサラ系の可愛いでしょ。この線がめちゃくちゃいいですよ。これ酒粕線がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。あとこれクイックルハンディめちゃくちゃいいんですよ。これクイックルハンディとかね、この間 MCML で購入したスタッシャー、これはいいですね。やっぱり本当にザル、こだわりのザルですね。こだわりのザル from 総理柳、柳総理という結構有名なブランドがありましてですね、そこのなんかまあザルとかがね非常にデザイン性とか高くて、形とかねめちゃくちゃフォルムが綺麗なんですよね。こうわかりますかね、ほら可愛いですよね。材質もねしっかりしててねカチカチなんですよ。なんかこの音わかりますかね、これちょっと違うでしょ。自炊やる気満々やないか。まあやっぱね結構自炊の時代ですよ。ああよかった、割れてないですね。じゃじゃーん、かわいいでしょこれ。三日月みたいな形でしょね。うん、いいねこれね。形よし。フォルムよし。これはですね、かっぱ橋っていうですね、浅草にあるんですけど、かっぱ橋っていう調理道具街っていうか、まあ、ここにまあいろいろたくさんそういうお店があるんですよね。めちゃめちゃ可愛いですね。たくさんいろんな器があるんで、かっぱ橋に行けば間違いないと。っていう感じで、アンパッキングをお届けしました。以上、アンパッキングロールでした。